このゲームはバイエルン・ミュンヘンのホームアリアンツアレナで行われます。勝利を信じたサポーターの歓声がスタンドに鳴り響いています。この時間はバイエルン・ミュンヘン対リバプール、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミキエリシッチ、守護神が弾く、これは素晴らしい反応でした。いやー、ファインセーブですよね。よく取りましたね。これこの場面でスーパーセーブです。ミューラー、中は枚数います。ゴールキックとなります。アンドリュー・ロバートソン、ニャブリ、積極的に足を入れてきます。ニャブリからレバンドフスキー、ヘンダーソン、このボールはつながりません。アラバからターテのボール、ロブレン、リバプール、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね、うん、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、まあ、攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、ペリシッチからレバンドフスキー、スペースを狙う、ミューラーからニャブリ、アンドリュー・ロバートソン、エンダーソン、今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。レバンドフスキー、裏を狙う、オーソドシュー、ゴール、これは枠を捉えることができませんでした。いやー、思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。大きく縦へ、裏を狙っていきます。レツカからニャブリ、これはシュート、いやー、これよく止めましたね。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。ロブレン、チェンバレン、これはつながりません。長いボールを送ります。ロブレン、ロブレンから大きく縦へ、ダイク、チャレンジはしません。後ろに流す、ロブレン、ダイク、激しいボールの奪い合い、裏へ届くか、オフサイドになります。
前半32分を回りました。吉田金美希、キューレから長いボール縦へ、このボールに触ります。裏へのスルーパス、ここは通しません。エンダーソン、ロブレン、さあ右サイドから上がっていく、スペースを狙った、いいボール、サラーへのボール、サラーからファーサイド、中で味方の選手が待っている。ロブレン、ダイク、ロブレン、これはスローインとなります。縦へのボール、レバンドフスキ、この柔らかいパス、これはコーナーキックです。ヘディング、ヘディングでした。レバンドフスキ、このパスを防ぎます。裏を狙う、ミュラー、前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。まだスコアレスです。さて北澤さん、前半の印象をお聞かせください。バイエルとしては素晴らしい立ち上がりを見せてきましたよね。結果的に得点にはつながりませんでしたけど、試合を作っていく上でのいいきっかけになりますから、当然後半も狙ってくるでしょうね。バイエルミュンヘン対リバプール、0対0のまま折り返します。早々とこの後半始まっています。引き締まったゲームになってますけど、終わるとは思いませんよね、はい、中央へ来た、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。最後崩されましたよね、突破されて、すぐに守りきれてないですよね。中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。チェンバレンからサラー、緩いボール、アビマルティネス、この辺は人に対して厳しくいってますね。裏を狙っていきます。ロベルト・フィルミノからサディオ・マネ、アンドリュー・バートソン、危ないですね、打つか、上げる、だがまとめてきた、決まった、先制、リバプール。後半に入ってゲームが動きます。攻守が入れ替わってからの一連の流れ、見事でしたね。そうですね、得意の形でしたし、相手レバンドフスキ、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、いい反応ですよね。ナイスセーブですよね。これはこの難しいボールによく触りました。このクロスには届きませんでした。これは直接出てしまいました。バイエルン、このセカンドハーフの立ち上がりに1点差で追いかける展開となっています。後半1点差と2点差ではだいぶ状況が変わってきますからね。失点に気をつけながら早い段階で追いつきたいですよね。次の得点がどっちに入るかで今日のゲームの形は大まかに決まってきますよね。長いボール縦へ、このスルーパスは通りません。リバプール最終ラインまでボールを下げる、一気に縦へのアーチ、ペリシッチ、入るか、さあつながるか、
の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。ワイナルドゥム左サイド上がります。足元狙う、オフサイドです。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。バイエルとしてはシュートまでは行ってますけども入らないんですよね。焦らずこれを繰り返していくべきですよね。このボールはカットされます。自分で行く。ボールの奪い合い激しいものがあります。アラバ、この人は攻撃参加を非常に好む選手です。さあサラ抜けてくる。サラですよね、ファインセーブですよね。好セーブを見せましたノイヤー。これはクリア。リバプール3本目のコーナーになります。リバプールコーナーキックが続きます。リバプール4本目のコーナーキックです。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。レバンドフスキ裏を狙う、裏のスペースを狙う、ここまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦
このゲームの舞台はここアリアンツスタジアム。スタンド埋め尽くしたユベンティーノたちの歓声がスタジアムを包み込んでいます。この時間はユベントス対バルセロナ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィッシャー。惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。バルセロナいい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。右サイドへ振って、ここは通しません。ジョルディアルバ、さあユベントスボールです。ロングフィードで狙う、ユムティティ、ラキティッチ、さあつながるか、フリーで受ける、ディバラから大きく立て、ユムティティ、さあここでカウンター、裏を狙う、いいボール入りますよ。このボールはイグアインへ抜けてくる、上げる、ボールはクリア、グリーズマンから左へ、ラムジー、ブスケッツ、ボールの奪い合い激しいものがあります。ウスマヌ・デンベレからメッシー、絶好の位置、チャンスを演出できるか。バルセロナ先ほどから細かくパスを回すシーンが多いですよね。そうですね、狭いスペースでうまくトライアングルを意識しながら回してますよね。攻め急いでいないので様子を伺いつつ、はい、相手を揺さぶってチャンスを待っているんですよね。攻め急いでないというところですね。そうですね、このパスを防ぎます。素晴らしいシュート、ユベントス相手に先制。いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので自然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないですかね。さあバルセロナ1対0先制しています。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど、ブスケッツ、ドルーズボール、スルーパス、オスイグアインシュート、決まった、打ち抜いた、ユベントス、またすぐ同点です。北澤さん、これはいや動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。シュート前の一歩で勝負あったか、キレのあるスルーパスからの一発、
いや出しても素晴らしかったですけども入ってくるタイミングも絶妙でしたよね。スピード落とせば相手に守られてしまいますから非常にいいボールが入ってきましたよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、そこをついてよく決めましたね、はい、クワドラ細かくパスをつないで攻め込んでいきます。クワドラ勝負か。グリーズマン裏のスペースを狙う裏へ抜けたヒエリーにここはカットします。ディバラアレックス・サンドロこの柔らかいパスユベントスここでファールをもらいます。ユベントスは選手交代のようです。縦のボールを入れてきますがこれは合いません。オフサイドですかね。ジョルディアルバ、ブスケツ、グリーズマンからラキティッチ。これは旗が上がっています。激しいボールの奪い合いです。イベントス奪い返します。スルーパスを出す。どうだ。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。イベントスバルセロナここクリアで難を逃れます。デリフト激しいボールの奪い合い。ジェラール・ピケ削ってしまいました。今のファウルは注意だけのようでしたね。そうですね。まだ時間があるので次がないように慎重にいかなければいけませんよね。トスとボールはさあここから持っていく。メッシ仕掛けるか。ルイス・スアーレスここでファウル。イベントスこれは前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。見応えのある好ゲームです。さて北澤さん前半の印象をお聞かせください。ユベントスとしては前半でよく追いつきましたしね。どんな状況においても巡ってきたチャンスをものにできる得点力これはチームとしても強みですよね。ユベントス対バルセロナ1対1の同点で前半を折り返します。後半ゲームはスタートしています。ユベントスとしては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。ここはすぐ奪い返します。バルセロナボールのこのパスこのパスはキーパーへ。さあ一気にカウンター。
とこれはつながりません。裏のスペースを狙う、ここはキーパー処理しました。グリーズマンから左サイドスペースを狙う、デリフト、ウスマヌ・デンベレからのパスは通りませんでした。イグアインからクアドラード、ユベントス、ここでファールをもらいます。ブスケッツ、今のはカードは出ませんでした、注意だけでしたね。これは奪い返します。ジャニッチ、チャンス、ブスケッツ、これはつながりません。素早いパスで攻め上がっていきます。裏のスペースを狙う、スペースにいいボール出たんですけどもね。裏を狙う、カット、自分で行く、さあカウンターを仕掛けます。来た、ルイス・スアレス、あと少し、今のは惜しいシーンでした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。ユベントスが相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。あの形からのフィニッシュは一点ものですよね。シュートミスをしてくれて助かりましたね。ちょっと集中力が足りないかなと思いますね。裏を狙っていきます、ヒエリーに流れを止めます。アレックス・サンドロ、メッシー、ここでファールがありました。プレスからボールがこぼれる、縦へのボール、ボヌッチからクリスティアーノ・ロナウド、クワドラ、本日ワンアシストです。ウスマヌ・デンベレ、さあつながるか、ボールが迫る、コース空いた、ボールに立ちますよ、シュート、集中スリー、押し込むか、勝ち越し、バルセロナ、いやー素晴らしい。メッシ、キーパーがファンブリしたボールをゴールに押し込みました。おそらくセカンドボールを予想してのポジショニングでしたよね。落ち着いていい位置に詰めてましたよね。さあバルセロナ、待望の1点をもぎ取っています。ジェラール・ピケ、ジェラール・ピケから長いボール縦へ、ジョルディ・アルバ、この人は攻撃参加を非常に好む選手です。足元のクロス、シュチェスニー、しっかりと抑えました。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。スルーパス、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。裏へ届くか、さあ来たか、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。緩いボール、これは繋がりませんでした。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりません。シュート、これはパスだ。前線へ大きなフィードです。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。ユベントスはここでベンチが動きます。
長いボール縦へ、サイドのスペースへ走らせる、ルーズボール、柔らかいボール、仕掛けるか、バルセロナ奪い返します。アレックス・サンドロから縦へのボール、セルジー・ロベルトからラキティッチ、フリーダーシュート、ルーズボール、この使い方も大事になってきますよね。クリアです。サイドラインを割ったところで長い笛、2対1、ユベントスわずか1点の差で負けてしまいました。さあ北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。
時間はバイエルンミュンヘン対リバプール、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はバイエルンのホームアリアンツアレナ。スタジアムに詰めかけたサポーターたちの声援でチームの士気は嫌がるにも高まります。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日のゲームはとても楽しみなマッチアップになりました。北澤さん、これは好ゲーム期待できますよね。レベルの高いレバンドフスキ、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。よく頭で合わせてきましたけどね。ボールを下げてリズムを作るか。バビーニョ、ロブレン、ここは一旦バックパス。アンドリュー・ロバートソン、アーノルド、ロブレン、アーノルドからフィルミーノ、このスルーパスは通りません。とボールは抜いた、うわー、いやー、この久々のファインセーブでしたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく取れましたね。ボアテンからのフィードボール、激しいボールの奪い合い、裏を狙う、これは繋がりません。アラバ、このパスを防ぎます。ミューラー、抜けてくる、一人で行くのか、このボールは繋がりません。激しいボールの奪い合いです。バビーニョ、リバプール、先ほどから見ていて北澤さん、サイドバックが内側に入ってくる動きをしていますよね。そうですね、こう中に動くことによって味方選手のパスコースを増やせますからね、うん、また前線の選手が奪われた時もすぐ後ろにサイドバックのフォローがいるので、はい、カウンターを置きにくいという利点もありますよね。そうですね、このボールに触ります。ニクラス・ジューレ、これはつながりません。ここは通しません。さあつながるか、いいボールだ、コチーニョ、もうこれいいでしょ、ボールが上がる、ゴール、これを防ぎきれなかった。どうしたんでしょうかね、これは。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。いや、これはやってしまったという感じですかね。さあリバプール、不本意な得点を与えてしまいました。こういったレベルの高い試合では一つのゴールで一気に流れが変わったりしますからね。このオンゴールの影響は非常に大きいですね、はい、リバプール、ここでファウルを取られます。ファイナルグループ裏を狙っていきます。ペリシッチ、ドルーズボール、サラーが受ける。前半32分を回りました。ファビーニュからサラー、大きく縦へ、レバンドフスキ、裏のスペースを狙う、ミューラーからニャブリ、スルーパス、届くか、このボール一気に前線へ、ハビ・マルティネス、スルーパスを出す、中央へ、アウトまで来た、守護神サウル、絶好の位置、右サイドへ振ってバエル、堅いディフェンス、
ファビーニョからサラでボールを取られここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。前半1対0、バイエル今のところリードという状況です。よく動けていた前半でしたね。プレー一つ一つにも余裕が感じられましたし、まあ、ですからまたさらにいろいろと仕掛けてみるのも面白いかもしれませんね。バイエルンミュンヘン対リバプール、バイエルンがまずは1点先制して後半へと向かいます。後半スタートです。バイエルンとしては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどね、はい、これはなかなかこじ開けられない縦へのボール。このボールはカットされます。ロブレン、リバプールとしてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。ダイ、今のファウルは注意だけのようでしたね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところですよね。さあ狙える距離です。直接狙った、うわゴールでしたね。これで差は2ゴールになりました。直接叩き込んできました。いや入っちゃいましたね。正確なキック持ってますよね。さあバイエルン、さらに1点を追加し2対0としています。バイエルとしては 2-0 リードは大きいですよね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど。コーチーニョ、ここはドリブルで上がる、自分で行く、抜けるか、レバンドフスキー、ここレバンドフスキー、いやいい反応でしたね北澤さん。いやこれぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。ファビーニョ、ファビーニョから左へ、サディオマネからワイナルドゥム、ここから持っていく、裏へ届くか、ミューラーからコーチーニョ、サディオマネ、これをカットします。パスでつないで攻め込んでいきます。バエル、ここはすぐ奪い返します。バエル、ファンダイクからフィルミーノ、ロベルト・フィルミーノから右へ、ペリシッチ、どうこの距離から狙う、アリソン、これも止めてきます。コーチーニョ、スルーパスを狙う、オフサイドになります。バイエルンは選手を変えるようです。ペリシッチ、
裏へのスルーパス、下がレバンドフスキースルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。難しい、そして最後のコントロールギリギリまで見てますよね。スペースを狙う、いいボールだ、抜けてくる、打つか、ここ拾って次につなげたいバイエルンミュンヘン。ワイナルドスルーパスを出す、チャンス、ルーズボール、ボールの奪い合い激しいものがあります。これはファウルでしょう。アーノルド今のファウルでイエローカードをもらっています。両チームともメンバー交代があるようです。チャンスはレバンドフスキ、長いボール縦へ、ナビゲーターからサディオマネ、やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。ロブレン、パッとシュート、ここでファールがありました。ここは直接行ける位置です。今日この位置からフリーキックでゴールが直接、オダル、サイドへ、サディオマネ、左サイド上がっていく、うまいですね、上がっていく左サイド、クロス、アビマルティネス、インターセプト、リバプール、先ほどから前線のプレスに人数かけて激しくいってますね。そうですね、前線で奪えれば即チャンスですからね、非常にスタミナ消耗が激しいフォアチェックですけども、相手としては大勢でプレスに来られると焦りますからね。確かに冷静さを欠いた対処と言えそうです。しかし北澤さんがおっしゃる通りスタミナは使いそうな戦術ですね。間違いないですね、チーム全体の連携とタフさが必要な守備と言えますけどもね、いつまで持つかっていうところですよね。そうなんですよね。バエル、もう無理にはいきません。アラバ、組み立てながら攻め上がっていく、ルーズになる、ナビゲーターからサディオマネ、リバプール奪い返します。サディオマネが倒されます。今のファールはイエローカードが出ました。ちょっと今のはいらなかったかもしれませんね。ここで笛です。2対0バイエルン勝利を収めました。さあ北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。バイエルンとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。バイエルンが2対0で試合を終えています。
この時間はリバプール対マンチェスター、こちらをご覧いただきます。スタッド・ド・サジテールで行われる本日のゲームです。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日のゲームはとても楽しみなマッチアップになりました。北澤さん、これは好ゲーム期待できますよね。まあ強豪と言われるところはやはり攻撃も守備もバランスが取れてますから ね両方とも見応えがある試合があると思いますけどね。はい、キックオフ、リバプール対マンチェスター、エキシビションマッチが始まりました。さあ北澤さん、特に気になる選手がいましたら教えてください。マネですね。あのスピードに乗ったドリブルからのフィニッシュは迫力がありますよね。役割を幅広くこなす器用さもあるので、ペンメイクや献身的な守備もこなせますよね。チームへの貢献度が非常に高いですよね。そうですね。さあ今日は得点に絡んでくるんでしょうか。マンチェスター、ここでファールをもらいます。ロブレン、今のファールは注意だけのようでしたね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところでしょうね。デブライネ、スルーパス、このボールはスターリング。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。シュートありそう。いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いやファインセーブ取りましたね。これここで見せてくれました。リバプール、ここクリアで難を逃れます。さあベルナルド・シウバ、コーナーが続いています。マンチェスター2本目のコーナーキック、リバプールまだありません。シュート、先制マンチェスター。ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。いや意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。さあリバプール、この立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。いや強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね、はい、失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。フェルナンジーニョ、ルーズになる、素早いパスで攻め上がっていきます。アグエロに渡る、シュート、シーマーが、ボールが上がる、頭だ、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。乗ってきてますし、ただ守ろうという形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、バランスですよね。これはファウルではありません。スペースを狙った、さあ来たか、コーナーキックです。シュート、いやこれはクロスバーよりわずかに上。スターリングと、これはつながりません。ゆるく狙ったボール、これはちょっとコントロールできませんでした。ストーンズから縦へ長いボール、ストーンズ、フェルナンジーニョ、スルーパス、スターリング、激しいボールの奪い合い、バルカないですね。カット、クリア、このピンチをなんとか出します。
一人で持ち上がっていく。リバプールとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。チャレンジはしません。後ろに流す、サイドチェンジ、ここはつながりません。サラー、長いボール縦へ、上がる、わずかに届きませんでした。スルーパスを出す、ミルナ、上がっていく右サイド、さあつながるか、クロスが入る、オフサイドトライ。リバプールとしては現在 0-1 でビハインドなので、この前半終盤の意識が大事になってきますよね。まあ無理しないで後半狙っていくのか、それともリスク承知で同点を狙っていくのか、まあそれによって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。デブライネ、デブライネからこのフィードパス、マンチェスター、ここもしっかりディフェンスしました。サラー、なかなかつながらないですよね。裏へ届くか、うまいですね。裏のスペースを狙う、いい展開ですね。さあどうだ、あっと倒された、 PK です。ここで PK、 足いっちゃいましたね。リバプールペナルティーキックを与えています。マンチェスター、今日3本目のコーナーです。このクリアボール次へつなげたい。裏を狙っていきます、マンチェスター。先ほどから見ていて北澤さん、サイドバックが内側に入ってくる動きをしていますよね。そうですね、こう中に動くことによって味方選手のパスコースを増やせますからね、うん、また前線の選手が奪われるときもすぐ後ろにサイドバックのフォローがいるので、はい、カウンターを受けにくいという利点もありますよね。そうですね、ラポルト、今のファールには注意があったようです。そうですね、また時間があるので次がないように慎重にいかなければいけませんよね。プレッシャー、ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。前半終え1対0、リバプール今のところ先制点を許したままという状況です。守備をしながらやはり点を取りに行く、追加点取られてしまいますと差が開いてしまいますからね。リバプール対マンチェスター、それでは続けて試合をお楽しみください。後半です。この後半の入り方というのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど、一旦下げます。きちんとライン取れてましたからね。マンチェスター固いディフェンス、スターリング、これはファウルではありませんでした。シルバー、このボールはつながりません。ス
スペースを狙う。さあシルバー、フェルナンジーニョ、デブライネ、サラー、このボールはカットされます。大きく縦へ、長いボールを送ります。うん、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。スルーパスを狙う。ベルナルド・シウバからアグエロ、シュートに行くのだ。打てるか。キーパー素晴らしいセービングです。おっと危ない。ミルナー、ミルナーから大きく縦へ、裏へのスルーパス、ロングフィードで狙う。メンディから縦へのボール。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。リバプールとしてはシュートまで行くシーンがちょっと少ないですよね。もう1点取られてしまう前に流れを変える何かが欲しいですよね。チャンスになる。オフサイドですかね。リバプール、残る1つの交代枠をどのように使ってくるのでしょうか。シルバースルーパスを狙う。ルーズになる。いやー、少しいい形になりかけたんですけどもね。キーパーからのロングフィード、裏へ届くか。もっといいボールですよ。ロベルト・フィルミノ、一旦前を取る。ストーンズから長いボール縦へ、抜けてくる。コース空いた。シュート。いやー、追加点、マンチェスター。これで差は2ゴールになりました。いやー、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。リバプール、これで交代枠を全て使い切りました。ナビゲーターが今日のゲームはカード1枚もらってますからね。さあマンチェスター、さらに1点を追加し2対0としています。マンチェスターとしてはこうなると主導権も握りやすくなりますよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。このスルーパスは通りません。カウンターを仕掛けていきます。このパスを防ぎます。ふわっと裏を狙う。デブライネからアグエロ。アグエロ、うわ、どうする。これは合いません。さあつながるか。ルーズボールになる。サディオマネ、これ仕掛けるか。アーチのようなパス、抜けてくる。リバプール奪い返します。チェンバレン、ボールの奪い合い激しいものがあります。リバプールとしては先ほどからなかなかシュートまで行きませんけどもね、そういう守り方をされてますよね。
マンチェスター選手を変えるようです。裏を狙っていきます。サネからベルナルド・シウバ、スルーパス、激しいボールの奪い合いです。サディオ・マネ、ここでファールがありました。ベルナルド・シウバからのフィードボール、ダイク、これをカットします。裏のスペースを狙う、サディオ・マネ、自分で行く、レロイ・サネ、ガブリエル・ジェズス、裏へ出るか、来たか、フリーで受ける、抜けてくる、ロフレンの片手に長いボール、ここで笛です。2対0リバプール、残念な結果となりました。北澤さん、今日のゲームどうでしたか。リバプールとしては試合を通して攻めるのか守るのか、そのあたりがはっきりしてなかったでしょうね。やはり組織がしっかりまとまっていないと個人個人の力も活かせませんから、もったいないですよね。今日はちょっと残念ですよね。そうですね。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。リバプール2対0で試合を落としています。
本日のゲームはメトロポールアレナで行われます。この時間はマドリーチャマルティン対マンチェスター、こちらの一戦をお届けいたします。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。北澤さん、本日のエキシビションマッチは強豪同士の対決です。見どころはどういうところでしょうか。レベルの高い同士ですから、やはりクオリティの高い試合が見れますよね、はい。本日のゲームはメトロポールアレナで行われます。この時間はマドリーチャマルティン対マンチェスター、こちらの一戦をお届けいたします。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日のゲームはとても楽しみなマッチアップになりました。北澤さん、これは好ゲーム期待できますよね。レベルの高い同士ですから、やはりクオリティの高い試合が見れますよね、はい。まあ、その中でレベルが高いということはちょっとした差で勝負がつくので、そこは見逃さないようにしたい。どうだこのシュート、マンチェスター完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、ベイルからベンゼマ、デブライン、フェルナンジーニ、スペースを狙った、チャンス来た、自分で行く、シュート、スター先制、マンチェスター、スターリング、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。さあ、マンチェスター、早くも1点先制と幸先いいですね。アザン、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。やや強引な感じにも見えましたけどね、ああいった攻めでも有効だと思いますね。スターリングからのフィードボール、アグエロに渡る、さあ左サイドへクロスを入れる、これは直接キーパーへ、アグエロどうする、さあベルナルド・シウバ、危ない、シュート、マンチェスター追加点、この短時間で追加点、いやー、よく詰めていましたね。これ落ち着いてましたね。結構とっさに2つ選手が多いんですけどもね、しっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですよね。さあ、マンチェスター、さらに1点を追加し2対0としています。
いやこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね。裏へのスルーパス、コーナーキックです。このファーストハーフ最初のコーナーキックはマンチェスター、頭だ、決めたマンチェスター、怒涛の追加点。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。ベルナルド・シウバ、今日2点目です。シウバ、ベイ、プレッシャー、ふわっとしたボール、さあどこに出してくる。トニクロースから長いボール縦へ、激しい攻防、ボールが落ち着きません。ベンゼマ、ここも固い守りでボールを奪います。マンチェスター、モドリッチ、ベイルからベンゼマ、おっと、いやシュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。2点差に詰め寄りました。緩いボール、これはつながりませんでした。アザール、シルバ、ここは競り勝ちます。チャレンジはしません。後ろに流す、セルギオ・ラモス、マンチェスター奪い返します。モドリッチ、サイドチェンジ、マルセロ、バラン、抜けてくる、シュート、すぐこぼれたところを押し込む、わずかに右へそれました。サイドのスペースを使います。もういいですね。抜けてくる、コース空いた、大きく立て、ここで前半が終了しました。マドリーザ・マルティン、ちょっと押され気味といった前半でした。失点してから少し集中力が切れていたプレーが目立ちましたよね。負けている時だからこそ一つ一つのプレーを大切にしていくことが必要になりますよね。マドリーザ・マルティン対マンチェスター、それでは引き続きゲームをお楽しみください。後半スタート、まず早い時間帯に1点返してプレッシャーかけたいところですよ ね。 そうですね。そうすると試合は全然分からなくなりますからね、はい、さあカウンタースピードを上げたいところ、ベルナルド・シウバ、シルバ、アグエロに渡る、アグエロから右サイド、長いフィード前線へ、トニクロース、モドリッチ、今日ワンアシストです。カゼミロ、アグエロ、このボールに触ります。マルセロ、
ベルナルド・シンバがこの試合2得点、あと1点決めればハットトリックです。さあつながるか、中央へアレオラ、ここは抑えました。モドリッチ、カルバハル、ベイル、アザール、シュート、後半始まったばかりです。いや、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決め切るところがまた素晴らしいですよね。1点差に詰め寄りました。できるだけ後半の早い時間に点を取ること、これが一番大切なことだったんですけども、はい、やってきましたからね。これで試合分からないですよ。さあ、共に選手交代があるようです。スローインをカット、これは読んでいました。メンディ、大きく縦へ。エロイサネ、ここは通しません。スペースを狙う。ナドリー・チャマルキンとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。裏を狙う、サネからアグエロ、マルバハル。ナドリー・チャマルキンは交代枠を2つ残しています。ベンゼマからアザール、このボールはつながりません。カイル・ウォーカーからターテのボール、ボールを下げてリズムを作るか。スターリング、ロドリ、ウォーカースルーパスを出す。ベルナルド・シンバからサネ、シュート、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。マドリー・チャマルティン、最後のカードを切ります。同時に2人の選手が入れ替わります。スペースを狙う、ここでいいでしょう。自分で行く、クロス、キーパー直接処理しました。アザール、ルーズになる、縦へのボール。マンチェスター、先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどね、はい、あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですよね、大きくクリアするか、味方につなげる意識を持つかが重要になってきますよね。その差が大きいんでしょうね。そうなんですよね。ベルナルド・シウバ、メンディから大きく縦、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。デブライン、ヨビッチへのボール、裏へのスリーパス、ベイル、いやー惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。マンチェスター、になってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。裏を狙っていきます。ヨビッチ、スルーパス、裏へ抜けた、
このパスはキーパーへ。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。カゼミロパスでつないで攻め込んでいきます。マドリーザマルティン、もったいなかったですね。最後まで諦めてませんよね。スルーパスを狙う。来た、いや草澤さん、これナイスセーブでしたね。いや今のはプレー、最後前線にボールを入れてきたんですが、ここで長い笛。3対2、惜しくも僅差で敗れました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。マドリーチャマルティとしては先に得点を奪えなかったのが最後まで尾を引いてしまった形になりましたね。やはり先制点というのはチーム
この時間はバルセロナ対マンチェスター、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームはバルセロナのホーム、もはや言わずと知れたここカンプノウで行われます。すでにスタンドはブラウグラナで染まっています。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。北澤さん、今日はエキシビジョンのマッチですが、なんとも贅沢な対戦カードになりました。この試合どうご覧になりますか。来たベネソー、バルセロナ完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。左上がっていくジョルディアルバ、非常に攻撃に参加することが多い選手です。緩いボール裏へ飛び出した、フレンキー・デヨング、デヨングからのフィードボール、来た、これはさあどこに出してくる、これはつながりません。セルジー・ロベルト、ジェラール・ピケ、ブスケッツ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。スルーパスを狙う、グリーズマン、いやー、ファインセーブでしたね。いやー、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。カイル・ウォーカーからのスルーパスをカットしました。ボールの先のパス、簡単ですよ。自分で行く。さあ、勝負。シュート。これはもう相手チームがどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。そうですね。得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね。これは自信深まりますよね。さあバルセロナ先制、1対0です。1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、コースのバランスをうまく取っていかないといけませんよね。シルバからマフレス、低いボール、いやー、今のはもったいないミス。このパスを受けてフレンキー・デヨング、メッシ、ふわっとしたボール、シュート。マンチェスター、ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。十分相手を引きつけたことによってセンターフリーになりましたよね。縦へのボール、メッシ、裏へ届くか、ビダルからメッシ、グリーズマン、チャンスを演出できるか、デンベレー、デンベレーさん、いやー、いい反応でしたね、北澤さん。いやー、いい反応ですよね、ワインセーブですよね、これは。この場面でスーパーセーブ、ダメだ、バルセロナ怒涛の追加点。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。グリーズマン、厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。さあバルセロナ得点を重ね2対0という展開。バルセロナとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね。
グリーズマン、グリーズマンからスペースに出る、ここはクロス、さあどうする、スターリング、ボールの奪い合い激しいものがあります。裏へのスルーパス、ビダルからメッシー、スルーパス、ここはすぐ奪い返します。バルセロナ、グリーズマンがここはファールを取られます。バルセロナがこのリードで迎える終盤、状況から残りファーストハーフをどう戦えばいいんでしょうか。まあ相手が前がかりに来たらそこをつくぐらいでいいと思いますね。前半はもう無理に行かなくてもいいと思いますね。裏を狙っていきます。ウスマヌ・デンベレ、左サイド上がっていきます。さあ繋がるか、いいですよ。さあボールはグリーズマン、いい展開ですね。来た、シュート、いやー追加点、バルセロナ、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。メッシ、相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染みついてるんですよね。これはワールドクラスのゴールですよね。メッシ、今日2点目のゴールです。さあバルセロナ、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。バルセロナ固いディフェンス、デフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。前半だけで3ゴール、バルセロナ調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。前半で 3-0、 調子に分かって素晴らしい前半でしたよね。波乱の前半、誰が予想できたでしょうか。しかしまだ45分あります。引き続き展開を見ていきましょう。バルセロナ対マンチェスター、バルセロナが前半で3対0と大きくリードし後半を迎えます。後半キックオフです。メンディ、ストーンズ、ラポルト、メンディ、デブライネ、メンディ、とボールは大きく縦へ、セルジー・ロベルトからメッシー、くる、デロイ・サネ、激しいボールの奪い合いです。スペースを狙った、もういいですね。グリーズマン、クロスを選択、パートまで来た、守護神サワル、これはキーパーナイス対応です。ここで見せてくれました。キーパーデブライネ、おいい形じゃないですか。あっとオフサイドですか。バルセロナがこのセカンドハーフの序盤で3点差とリードしているんですが、この後の展開を北澤さんはどうご覧になりますか。もうこの後半は様子を見つつ相手に対応していく形でいいと思いますけどもね。この点差ならリスクを犯さなくてもいいですし、後ろを固めていくことに集中すればいいと思いますけどもね。
シルバー、ビダル、パスでつないで攻め込んでいきます。バルセロナ、ボールが収まりません。カウンターを仕掛けていきます。裏へ出るか、シュート、中央いいでした。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思を感じられましたね。バルセロナ、嵐のようなカウンター、なんとかしのぎました。いや、シュートミスは好きですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。ビダルからメッシ、抜けてくる、どうする、メッシ、ここは奪います。拾いたい、今日4点目かというシーン。いや、思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。今日はセットプレーからの得点がすでにあります。さあ、どこを狙うか。ミドル、これは枠を捉えることができませんでした。積極的でいいですよね。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。バルセロナとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。ブスケツ、ブスケツから左サイド、この柔らかいパス、フェルナンディーニ、メッシに渡る、シュート、エデルソン、右サイド上がっていきます。スターリングから左へ、さあバルセロナボールです。両チームともメンバー交代があるようです。メッシ、すでにこの試合で2ゴール決めています。フレンキー・デ・ヨング、ブスケツ、フレンキー・デ・ヨング、ジョルディ・アルバ、フリーで受ける、スルーパスを狙う、ジョルディ・アルバからグリーズマン、バルセロナ、ここもしっかりディフェンスしました。裏へ届くか、さあジョルディ・アルバ、これいいですよ、クロスを上げる、これは直接キーパーへ、中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。メンディ、デブライン、フレンキー・デヨング、スルーパスを出す、さあボールはグリーズマンへ、自分で行く、スターリング、裏へのスルーパス、スターリングからデブライネ、ここでファウルがありました。
スターリング、このボールはちょっと勢いが足りませんでした。反転して打っていきました。スターリング、ジョルディアルバ、ルイス・スアレス、プレスからボールがこぼれる。メッシからルイス・スアレス、シュートレンジです。シュートが抜けるか、どうだ、シュート、容赦ない一発。ここで笛です。4対0バルセロナ、一方的な勝利、結局相手を寄せつけませんでした。北澤さん、今日のゲームどうでしたか？バルセロナとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。バルセロナが4点差をつけての勝利です。
このゲームはバルセロナのホーム、ロハヤ・ラスト・シルタとカンプノウで行われます。すでにスタンドはブラウグラナで迫っています。この時間はバルセロナ対ユベントス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、本日のエキシビションマッチは強豪同士の対決です。見どころはどういうところでしょうか。まあ、強豪と言われるところはやはり攻撃も守備もバランスが取れてますから ね、両方とも見応えがある試合があると思いますけどね。はい、キックオフです。バルセロナ対ユベントス、特別な大会でしかお目にかかれないこのカード、立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね、相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってきますよね。なるほど、ゲームの立ち上がりまずは見ていきましょう。スルーパスを出す、絶好の位置で受ける、ここはすぐ奪い返しますバルセロナ。グリーズマンからのスルーパスをカットしました。グリーズマン、ラキティッチ、ヘディラ、ジョルディアルバ、ラキティッチ、裏へ届くか、この柔らかいパス、クアドラシュート、とこれはつながりません。スペースを狙う、シュートがあります、シュート、うまく取り出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。まあ、スマートにつなぎながら今なんかも少しアバウトになりましたけどね、スペースにこう出していくということもプロとしては必要かもしれませんね。このゴールキックをカットします。クリスティアーノ・ロナウド、クロスを選択、アウトまで来た、うわ、メッシスルーパスを狙う、デリフト、長いボール縦へ、ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤に差し掛かっています。グリーズマン、ウスマヌ・デンベレ、ウスマヌ・デンベレからこのフィードパス、メッシー、キーパー、しかしこれよく止めましたね。いや、キーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。ブッフォンからクアドラード、抜けてくる、いいプレッシャーです。縦へのボール、ルイス・スワーレスから左へ、メッシー、ケディラ、いいプレッシャーです。裏のスペースを狙う、裏を狙っていきます。さあ、カウンタースピードを上げたいところ、自分で行く、チャンス来た、シュート、バルセロナ先制、ユベントスから先にゴールを奪います。これはもう相手チームがどこをケアしていいのかがわからない、バルセロナがここでファウルを取られます。ルイス・スアレス、今のファウルでイエローカードをもらっています。前半29分が過ぎました。セルジ・ロベルト、ふわっとしたボール、ルイス・スアレス、
これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。狙っていきましたけどもね、積極的でいいですよね。ちょっと浮かしましたけどもね、この姿勢が大事ですよね。ケディラからクアドラード、ケディラここも堅い守りでボールを奪います。バルセロナ、ヤニッチ、ヤニッチから右サイド、また中央へ、マトゥイディパスでつないで攻め込んでいきます。ユベントス、グリーズマン、ウスマヌ・デンベレからルイス・スアーレス、ロナウド、おこれいいですよ。バルセロナはこのファーストハーフ終盤までリードしつつ、相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。ここまで打たせてないのは大きいですよね。守備が機能してますよね。前半このまま終えてセカンドハーフもスタイルを変えずにいきたいですよね。素早いパスで攻め上がっていきます。バルセロナディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。ラキティッチ、グリーズマンからウスマヌ・デンベレ、来たチャンスだ、裏へのスルーパス、ちょっと伸びてしまいました。ユベントスとしてはもう何回かありましたけどもね、はい、クロスを上げるシーンが多いんですよね。サイドに収まったらその瞬間もう中は人数結構いますからね。そういう指示がベンチから出ているんでしょうね。ディフェンダーからしてみるとクロスの対応って結構難しいんですよね、はい、ボールとマークをつく相手を両方視野に入れたポジショニング、さあいやー、前半最後のセットプレーになるのか。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレークに入ります。しかしこの追加点は驚きましたね。これは終了した雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうから、わからないですよ。バルセロナ対ユベントス、バルセロナが2対0とリードして後半へと向かいます。後半スタートです。マテュイディ、バルセロナここもしっかりディフェンスしました。さあつながるか、この位置でボールを受けます。上げる、中央へ、ミドル、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。バルセロナ、まあいいですよね、この積極性は大事ですし、打っていかないと始まらないですからね。とりあえずゴール前に何か起これという気持ちもあるでしょうね。抜けてくる、ルイス・スワーレスからウスマヌ・デンベレ、ルイズボール、デンベレのこれはファールを取られました。スローインをカット、これは読んでいました。ウスマヌ・デンベレ、裏を狙う、さあ抜けた、シュート、ブッポンのセーブ、中央へ、大きく縦へ、抜けてくる、スペースを狙った、さあボールはディバラへ、クロス低い、そのままキーパーが抑えました。ジョルディ・アルバ、スペースを狙う、グリーズマンからウスマヌ・デンベレ、
マテュイディ、ピエッリーニから大きく縦、いいプレッシャー。ユベントスとしては先ほどから守備をする際は中央に人数が集まってますよね。確かにそうですね。北澤さん、この意図は何でしょうか。相手の攻撃パターンをクロスに絞らせることで守備のコントロールをしてるんでしょうね、はい、中の人数を増やすことでクロスの対策をしてますよね、なるほど。守備も中央に固まるので、はい、スタミナ消耗を抑えられる比較的守りやすい形と言えますよね。おメッシから縦へのボール、ラキティッチ、このスルーパスは通りません。左サイド上がります。グリーズマン、もういいですね。自分で行く、スーパー、決まった、決まった、バルセロナ。これで点差は3点です。メッシーディフェンスの寄せにあっていたんですが、物ともせずシュートゴールです。厳しく寄せられながらもしっかりシュート打てる。2球ですか、どっちになる。これはペナルティエリア外という判定。絶好の位置からのフリーキックに変わります。ダニエレ・ルガーニ、先ほどのファールは一発レッドでした。危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのは避けたという形でしょう。これは先に触ります。バルセロナ、ラムジー、ここ入るか。カウンターを仕掛けていきます。また入るか。裏を狙う、このパスが抜ける、フリーだ、打った、デンベレまさに職人的なシュート、アーティスティックなボールコントロール。冷静にこういった判断ができるのが素晴らしいことだと思いますけどね。さあバルセロナ、このゲームの主導権を完全に抑えています。立て続けですからね、やってきてると言えるんじゃないでしょうかね、はい、ヒエビーニ、このパスを防ぎます。裏へ届くか、ウスマル・デンベレ、バルセロナ、ここでファールをもらいます。スルーパス、さあボールはデンベレ、これいいですよ。さあ上がる、ここ拾って次につなげたいユベントス。ふわっと裏を狙う、このスルーパス、さあカウンターのチャンスになります。抜けてくる、フリーで打てる、決めた、ユベントス。攻守が入れ替わってからの一連の流れ、見事でしたね。いや素晴らしい展開でしたし、迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。ユベントス一瞬を食います。このパスはキーパーへ、ギエビー、長いボールを取ります。ラムジー、ラムジーからのフィードボール、いいボールだ、クリスティアノ・ロナウド、いい形じゃないですか。バルセロナ落ち着いて時間を使います。ブスケッツ、ロングボールを縦に送る、ギエビーにこのボールをカットします。スルーパスを出す、ドグラス・コスタ、微妙な
ところ。どっちだ。バルセロナペナルティーキックを与えてしまいました。ここでチャンスを迎えています。ここは確実に決めてね、勢いつけたいでしょうね。決めたユベントス。非常に落ち着いていました。しっかり落ち着いて決めましたね。ここで笛です。4対2バルセロナ勝利です。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。バルセロナとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バルセロナが2点差で勝ちました。
この時間はバルセロナ対ユベントス。すでにスタンドはブラウグラナで染まっています。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日の試合ですが、これはなんとも豪華な一戦です。北澤さん、どこでも多いマッチになりそうですね。まあ、強豪と言われるところはやはり攻撃も守備もバランスが取れてますから ね、攻撃も見応えのある試合だと思いますからね、はい。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。バルセロナ対ユベントス、親善試合とは思えないこのビッグマッチ。このゲームは世界でも十分注目されているマッチ、いわゆる強豪同士の対決ということになります。今日のゲームは世界でも熱い注目を集めてますよ ね、こういった両チームベンチも含めて豪華ですからね。まあ人気ありますよね。さっきスタジアムの外でもものすごい盛り上がってましたからね、はい。ルーズになる、ラングレから大きく縦へ、ふわっとしたボール、このボールに触ります。ピャニッチ、クワドラ、二塁狙ったボール越えた。さあカウンター、スピードを上げたいところ、どうする。いや、これはわずかに左でした。まあ距離関係なくシュートでフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。ベントスの今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。今のはシュートミスでしたけどもね、簡単にやられすぎですよね。大きなピンチから目を覚ますことがあると思うので、ここからは集中してほしいですよね。頭触れた。ジャンパスでつないで攻め込んでいきます。ユベントス、アレックス・サンドの攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。撫でるようなボールタッチ、裏を狙っていきます。上げる、中央へ、長いボール縦へ、キャニッチからクリスティアーノ・ロナウド、ベルナルデスキ、絶中と、いやー、先制、ユベントス。バルセロナから先制点を奪います。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、やっぱりこういう状況をたくさん作れるチームが得点につなげる形というものを持ってますよね。イメージとしては相手ディフェンダーを浮かせる形だと思うんですけども、いいタイミングでシュートを打てましたよね。ユベントス先制ゴールが決まりました。1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね、バルセロナとしてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。ビダルからグリーズマン、グリーズマンから緩いフィードボール、これはどうだ。このボールはカットされます。グリーズマンからのスルーパスは通りませんでした。イグアインからクリスティアーノ・ロナウド、これをカットします。ピャニッチ、ジャン、アレックス・サンドロ、裏へのスルーパス、いいボールですね。チャンス来た、シュート。積極的に切り込んでいったんですが、惜しくも外しています。非常にアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。ヤニッチ、彼の前の選手は北澤さん、みんな動きがいいんですね。パスを出す、シュート、ゲット、ユベントス連続ゴール。
いやー、刹那の隙も見逃さない。ディフェンダー間のコースをついた正確無比なそのシュートコントロール、いやーキーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器でしょうね。さあユベントス得点を重ね2対0という展開。いやこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね、から前に大きく入ります。セルジー・ロベルト、ブスケツ、イベントス、ここもしっかりディフェンスしました。ユベントスとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですよね。ジャン、ベンタンクルからベルナルデスキ、イグアインからベンタンクル、仕掛けるタイミングを図る、上げてくる、ジェラール・ピケからターテのボール、クワドラフ、チャニッチから右へ、さあ中央へヘディング、ユベントス追加点。この短時間で追加点、アーティスティックなクロスが頭に届いた。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。クリスティアーノ・ロナウド、今日2点目のゴールです。さあイベントス、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。ボヌッチ、ユベントスがクロスからなんとかチャンスを作ろうとしますよね。前線の中央に何人か構えていますね。なのでサイドから良いクロスを上げられれば。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。結果前半は3対0、バルセロナリードを許したまま前半を折り返す結果となりました。パスの出どころやボールの奪われ方なんか見ていてもうまく組み合ってませんよね。一人一人の役割をしっかり確認した上でこの状況を打開していってほしいですよね。バルセロナ対ユベントス、それでは続けて試合をお楽しみください。セカンドハーフ見ていきましょう。バルセロナとしては一番簡単な方法としてはやはり浅いディフェンスラインの背後を狙っていくっていうことが一番だと思うんですけども、はい、そこに対してスピードのあるフォワードがいるかどうかですよね。あとはなるほど、さあ来たか、渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした。ジョルディアルバ、フレンキー・デヨング、ここも固い守りでボールを奪います。イベントス、ロドリゴ・ベンタンクル、今のは注意だけだったようですね。コーナーキック、このクリアボール拾いたい。クロスが入る、ボールはクリア、サイドを使います。セルジー・ロベルト、フレンキー・デヨング、バルセロナとしては1点ではなくて2点3点取っていかなければ。シュート、アジタボール、強いリーでした。いいところにいたんですけどもね、ここは決めきれませんでしたね。ジャニッチ、クワドラ、今日の試合でアシストを記録しています。ロドリゴ・ベンタンクル、ベルナルデスキ、ロドリゴ・ベンタンクル、クワドラ、さあユベントスボールです。
プレスからボールがこぼれる。サイドへイベントス、ここでファウルをもらいます。
この時間はバルセロナ対リバプール、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームはバルセロナのホーム、もはや言わずと知れたここカンプノウで行われます。すでにスタンドはブラウグラナで染まっています。コンディションですが、現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日のゲームはとても楽しみなマッチアップになりました。北澤さん、これは好ゲーム期待できますよね。レベルの高い同士ですから、やはりクオリティの高い試合が見れますよね。シュート決まった。先制リバプール、バルセロナからの先制。いや、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決め切るところがまた素晴らしいですよね。さあバルセロナ、このシュート、いやー、わずかに右へそれました。バルセロナ、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ラングレから長いボール縦へ、大きくサイドチェンジ、スルーパスを狙う、いいボール入りますよ。デンベレ抜けてくる、グリーズマンからウスマヌ・デンベレ上げてくる、おっとミドル、いやー惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。リバプール思い切って狙ったあとボールキックとなります。このゴールキックをカットします。ビダルからターテへのボール、ウスマヌ・デンベレからグリーズマン、ブスケッツとボールは、バルセロナこの早い段階で点を奪われてしまったことについてどうご覧になりますか。早いと追いつきたい気持ちはあるでしょうけども、焦らない方がいいですよね、まだ序盤ですからね。ビダルサイドを使います。バルセロナは現在1点差でリードされているも、ポゼッションでは相手を上回っている状況です。そうですね、この前半中盤という時間帯を考えると、じっくりいってると見るのが妥当ですかね。まあこうなってくるとフィニッシュの精度が重要と言えるでしょうね。丁寧に足元を使う、どうだ、これはクリア、ミドル、守護神が弾く。バルセロナコーナーキック2本目、長いボール縦へ、シャキリ、リバプールとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっていくほどこういった形を取ることが一般的に言われてますけどね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあサイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースが、シュート、メッシ上がっていく右サイド、この柔らかいパス、シャキリ、ビダルから緩いフィードボール、サディオマネ、長いボールを送ります。セルジーロベルト、裏を狙う、これをカットします。
自分で持っていく。シュート。いやー追加点。リバプール。大きな追加点。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどうご覧になりますか。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。さあリバプール得点を重ね2対0という展開。リバプールとしては 2-0 リードは大きいですよ ね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができているってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど。バルセロナがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいですよね。さあつながるか。シュート決まった。追加点リバプール。この短時間で追加点。今のゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れお手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。今日2点目のゴールです。さあリバプール3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね、はい、いや少しいい形になりかけたんですけどもね。スルーパスメッシーからウスマヌ・デンベレ。スペースを狙ったグリーズマン。あと2点というところまで来ました。これは鮮やかなシュートが決まりましたね。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。ここからこういう風に。ここで長いホイッスル。前半終了です。バルセロナうまく攻めきれなかったという前半でした。どうしても吹かされるシーンが多かったのでもうちょっと後半は攻撃的にいきたいところですね。バルセロナ対リバプール。ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。さあ後半キックオフ。まず早い時間帯に1点返してプレッシャーかけたいところですよね。そうですね。そうすると試合は全然分からなくなりますからね、はい、自分で行く。裏へ届くかグリーズマン。来た。シュートアリソン。グズボールになる。さあリナビゲーター。大きく縦へ。ルディアルバ。この人は攻撃参加を非常に好む選手です。さあつながるか。いいボールだ。この位置で受ける。抜けてくる。長いドリブル。低いクロス。どうだ。スーパーリバプール追加点。点差は3点。試合が決まってしまうのか。サディオマネ。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール北澤さんはどうご覧になりますか。いやもらい方良かったですよね。しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求しシビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応遅れましたしラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。サディオマネ今日2点目です。さあリバプール3ゴールリード。シュート。追加点リバプール。どこまで点差を広げるんでしょうか。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形北澤さんいかがでしたか。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。シュート。
うわ、マダル。サラーからアーノルド、アーノルドからクロスボール、シュート。ジョルディ・アルバ、バルセロナ交代枠をまだ一つ残しています。ブスケツ、クレモン・ラングレ、ジェラール・ピケ、ジョルディ・アルバ、リズムを刻む、入るか、裏へのスルーパス、クロスを選択、はい、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。このパスを防ぎます。フレンキー・デヨング、ジョルディ・アルバ、ルーズになる、さあ左サイドへ、ジェラール・ピケ、大きくサイドチェンジ、さあここからの展開、クレモン・ラングレ、ラングレから緩いフィードボール、さあボールはグリーズマンへ、これいいでしょ、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。バルセロナ3本目のコーナーになります。これはクリア、裏へ出るか、ボールがつながる、サディオマネからのフィードボール、ジェラール・ピケ、ラキティッチから右へ、メッシ、さあここでカウンター、アーノルド、リバプール、先ほどからどんどん人数をかけて前線でプレッシャーをかけに行ってますね。そうですね、相手のバックラインまで積極的に行ってますからね。はい、北澤さん、そのような高い位置でボールを奪えれば一気にチャンスになりますものね。なりますね、ショートカウンターですね、うん、まあそのためにはただ人数をかけるだけではなくて、はい、チーム全体として連動して相手のパスコースを潰していかなければいけないんですよね、うん、そうなるとかなりスタミナの消耗が激しいので、はい、一人でも足が止まるともう連鎖的に厳しくなってしまいますよね。ポイントとしてはいつまでこのハイプレスが持つかですよね。そうですね、リバプールメンバーチェンジをします。チャレンジはしません。後ろに流す、セルジー・ロベルト、ラキティッチからルイス・スアレス、縦にボールを送る、ルイス・スアレスからメッシ、ロベルト・フィルミノ、フェイントを見せます、抜けてくる、ロベルト・フィルミノからのスルーパスをカットしました。アルトゥール、サイドチェンジ、セルジー・ロベルト、チェンバレン、スペースを狙う、ジョルディ・アルバ、このパスがつながります。中央に切り込む、いやもうギリギリのクリア、主審時計を見ながら長いホイッスル、5対1、バルセロナ力の差を見せつけられてしまいました。
ナミスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はパリ・サンジェルマン対バルセロナ、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表、ここでファールがありました。今のファールはイエローカードが出ました。素晴らしいパス、クロスを入れる。バルセロナ、ナワヤというシーンでしたがここはしのぎます。セルジーロベルト、縦へのボール、オフサイドですね。ディマリア、ロングフィードで狙う、越えた。ディマリアからリバッペ、これはクリア。スローインをカット、これは読んでいました。ルイス・スワーレス、これ入るか、抜ければチャンス、いくか、シュート、すごい反応を見せました。いや、あの位置からのシュートですからね、相性ですね。バルセロナがこの試合最初のシュートを打ちました。ブスケツから長いボール縦へ、裏へ届くか、グリーズマンからウスマル・デンベレ、ムニエ、このパスがつながります。ベッラッティ、バルセロナ先ほどから細かくパスを回すシーンが多いですよね。そうです。シュート、いやー、先制バルセロナ。ルイス・スワーレス、相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。いや、もうこのクラスの選手になると動き出すタイミングやボールを受けるイメージがもう体に染み付いてるんですよね。これがワールドクラスのゴールですよね。さあ、バルセロナ今日先制はこの早い時間でした。これは自分たちのサッカーがしやすくなったでしょうね、はい、先制できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯がいいですよね、立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。そうですね。スイドスイドルイス・スワーレスからラキティッチ、グリーズマンから一旦下げて、ここしっかり詰めてますよ。ミドル、わずかに右へそれました。まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。パリ・サンジェルマンとしてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。ネイマール、ここはドリブルで上がる、勝負か、裏を狙う、ちょっと伸びてしまいました。さあ、カウンターを仕掛けます。激しいボールの奪い合いです。ボールファールですよね。ネイマール、ムバッペへスルーパス、裏へのスルーパス、とボールはスルーパスを出す、チアゴシウバ、ベッラッティからカバーニ、スペースを狙う、ウスマヌ・デンベレ、グリーズマンからラキティッチ、さあつながるか、アップオフサイドですか。もう30分を回ったところです。ここも堅い守りでボールを奪います。バルセロナ、スルーパスを狙う、流
長いボール縦へ、長いボールを送ります。ゼラール・ピケ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ベッラッティ、さあムバッペ、ムバッペからネイマール、自分で行く、微妙なところ、どっちだ、いやでも危ない場所ですよここは。ブスケツ、先ほど行ったファウル、イエローカードをもらっています。ちょっとファウルになりましたけど、この辺で押さえておかないと危険ですよ。それはいい位置で直接フィーズボール、マルキーニョスから大きく縦、カット、それはオフサイドです。パリ・サンジェルマンとしては前半このまま行くのか、あるいはある程度のリスクを冒して同点を狙いに行くのか、まあこの時間帯はそこの意識をはっきりさせないといけないですよね。まあそれによって後半の立ち上がりのプランも変わってきますからね。さあ勝負です、裏のスペースを狙う、シュート、パリ・サンジェルマン同点、ゲームをリセットします。いいですね、流れ来てますよね。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。パリ・サンジェルマン、ここで追いつきました。もうこのレベルになってくると、一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね、はい、それを確実にものにできた方が最終的に勝者となるんでしょうね。そうですね。グリーズマン、ここで受ける、どうする、裏を狙う、シュート、いやー勝ち越し、バルセロナ。前半アディショナルタイムです。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常に、ファーストハーフ終了のプレーです。両チーム動きのある前半でした。前半を終え2対1。いや、北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、すさまじい展開になりました。この 2-1 っていうスコアですよね。やはり次の点によってやはりどちらが勝つのか決まってくるところがありますからね。パリ・サンジェルマンとしてはこの後そうそう仕掛けてくると思うんですよね。パリ・サンジェルマン対バルセロナ、ではこの後の試合をお楽しみください。早々とこの後半始まっています。この後半の入り方というのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れない、けど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど。パレです、ネイマール、ネイマール、ドリブルで上がる、うわっ、取らないですね。シュート、ポスト左をかすめていきました。パレです、パレですからカバーニ、裏へのスルーパス、さあどうだ、シュート、ディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さというのは大きな武器ですよね。カバーニ、今日2点目です。パリ・サンジェルマンが今日はよく粘ります。サポーターも嬉しい展開、ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、
実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね、はい、両チームともここっていう時に決めてきてる結果なんですよね。なるほど、左サイドのドリブル、プレッシャー、さあ繋がるか、いいボールだ、メッシ、いい展開ですね、メッシからボールが上がる、中央クリア、このピンチをなんとか出します、スペースを狙った、ディマリアからムバッペ、緩いボール、ここは繋がりません、ディマリアからネイマール、ムバッペ、パリ・サンジェルマン試合をひっくり返します、ゴールに吸い込まれるような見事なシュートでした。そうですね、ここでつながって落ちていく、綺麗な軌道でしたよね、精度の高いシュートでしたね。さあパリ・サンジェルマン1点をリードしてリスタート、いやこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れているなと思いますけどもね。そうですね、裏のスペースを狙う、オフサイドか、ブスケッツ、ジョルディ・アルバからのスルーパスは通りませんでした、カバーニからムバッペ、ボールのかこのパス、カバーニからベッラッティ、裏を狙っていきます、コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました、演出できるか、さあここから持っていく、これをカットします、ベルナトからターテのボール、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね、大きくターテ、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね、グリーズマン、グリーズマンからのフィードボール、いいとこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね、右サイド上がっていく、裏を狙う、ディフェンスをものともしません、これはつながりません、バルセロナとしては最後何かアイデア見せたいですよね、スーパスを出す、スアレス、今度はどうだ、いやこれはクロスバーよりわずかに上、パリ・サンジェルマンがメンバーチェンジをします、プレスからボールがこぼれる、長いボールを送ります、スペースを狙う、ベルナトから縦へ、ブスケッツ、クリア、このピンチをなんとか出します、さあバルセロナボールです、さあ再び選手の交代です、パリ・サンジェルマン、そして今
合終了。3対2パリ・サンジェルマン、逆転の試合に決着をつけました。勝利です。さあ北澤さん、最終的には逆コナミスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はパリ・サンジェルマン対リバプール、こちらをご覧いただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日のゲームはとても楽しみなマッチアップになりました。北澤さん、これは好ゲームを期待できますよね。レベルの高い同士ですから、やはりクオリティの高い試合が見れますよね、はい。まあ、その中でレベルが高いということはちょっとした差で勝負がつくので、そこは見逃さないようにしたいですよね。なるほど。まず前半見ていきましょう。パリ・サンジェルマン対リバプール、何が可能にしたのかこのマッチアップ、豪華なカード。サイドの紹介です。向かって左のエンドから攻めるのがパリ・サンジェルマン、画面右側がリバプール。ナビケイター、右サイドへ振って、このクリアボール拾いたい。通るのか、このパス。コーナーキックになります。さあファーストハーフ、最初のコーナーキックになります。リバプールシュート、シーラーがグズボールになる。パリ・サンジェルマン、ここはクリアでピンチを出します。上げてくる、サラー、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。最後崩されましたね、突破されて。すごい守りきれてないですよね。自分で持っていけるか。あ、ここは取れないですか。レフリー変わったでしょ。ここは通しません。カバーにからネイマール、マティ、おっと、ここでファウルがありました。これはいい位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。いや、ここは大好きな位置じゃないですかね。直接、もう一回仕掛けるタイミングを図る。中央へ、ボールを追います。さあ右サイドから上がっていく。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトし、ゴールラインを割りました。これは合いませんでした。サディオマネからターテのボール、ゆるく狙ったボール、アンドルドからのパスは通りませんでした。
これをカットします。ロバートソンからナビゲーター、足元狙うナバス、ここは抑えました。さあここでカウンター、スペースを狙ったクリア、このピンチをなんとか出します。リバプールとしては先ほどから前線の選手が積極的に下がってきますよね。そうですか、ここまで下がってくるのはどういう意図、狙いがあるんでしょうか。まずこの下がったことによって相手中央のディフェンスを引っ張ることができますよね、うん、そうするとそこにスペースができるので、はい、味方選手が飛び込んでくるという形ですよね。なるほど、そうするとさらに飛び出した選手の場所にスペースができますよね。そうなんですよね、そこに別の選手が走っていってもいいですし、うん、柔軟にビルドアップできますからね。さあだー、いやー、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。飛び出しにして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。シャキリスルーパス、またファールか。サディオマネ、先ほど行ったファール、イエローカードをもらっています。これはつながりません。ネイマールからのスルーパスをカットしました。ナビケイト、長いボール縦へ、パレですからカバーニ、うん、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。裏を狙う、スルーパスを出す。さあロベルト・フィルミノシュート、スター先制、リバプール前半残りわずか。今のゴールなんですが中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。リバプール先制ゴールが決まりました。1対0。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね、リバプール、ここもしっかりディフェンスしました。組み立てながら攻め上がっていく。ここで長いホイッスル、前半終了です。前半から得点が動いています。さあ前半が終わりました。パリ・サンジェルマンとしては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。パリ・サンジェルマン対リバプール、ではこの後も試合をお楽しみください。後半見ていきましょう。この後半の入り方って非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れない、これを取りに行かなければいけない、非常にその辺の、ね、バランスをどういう風に崩していくかということが一番マネージメントになる、この辺が重要になってきますよね。まあ、取らないですね。アーノルド、ナビケイト、ロベルト・フィルミノ、ロベルト・フィルミノからサディオ・マネ、マルキーニョスから大きく縦、ダイク、裏を狙っていきます。パリ・サンジェルマン、あわやというシーンでしたがここはしのぎます。パレです、ディマリア、リバプール、ここは大きくクリア、危険なシーンでした。ディマリアへスルーパスを狙う、ディマリアからムバッペ、さあつながるか、シュート、一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。は
イミングのいい浮き球パスでしたよね。完全に空間を支配しましたけどね。裏へ届くか、どうだ、シュート、アリサンドルマン同点、今日のゲームをリセットします。いいですね、アリサンドルマンですね。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。パリサンジェルマン、ここで追いつきました。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね、はい、両チームともここっていう時に決めてきている結果なんですよね。なるほど、これは奪い返します。さあ左サイドへ、左上がっていきます。スペースを狙う、スペースにいいボール出たんですけどもね。裏のスペースを狙う、ベッラッティからカバーニ、コーナーキックです。パリ・サンジェルマン2本目のコーナーキック。このクリアボール次へつなげたい、サディオ・マネ、裏へのスルーパス、この柔らかいパス、ロベルト・フィルミノ、これいいでしょ、自分で持っていく、さあカウンターを仕掛けます、裏を狙う、マティパッと、このボールはサディオ・マネ、いいですね、フリーだ、上げてくる、どうだ、これを拾いたい、パリ・サンジェルマン、いいところまで攻めたんですけどもね、中盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。裏へ届くか、このパスはキーパーへ、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。とボールはいいプレッシャー、大きく前線に入れます、緩いボール、カウンターを仕掛けます、リバプール、ここでファウルをもらいます。パリ・サンジェルマンがここで選手を変えるようです。マネ、リバプール、このビッグチャンスものにできませんでした。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。長いボールを送ります、ムニエ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、低いクロス、タイミング合いませんでしたね。スペースを狙う、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。ここでのパスは危ない、グエイ、スルーパス、フリーで受ける、さあどうだ、スルーパスを出す、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。裏のスペースを狙う、収まった、フリーだ、PK ですか、ボッチだ、パリ・サンジェルマン残り時間わずかというところでビッグチャンスを得ます。逆転のチャンスを迎えています。
アリソン、いや決めておきたいシーンですよね。まあとにかく早く気持ちを切り替えていかないといけませんよね。この時間帯ですからね、ここはもう全員で行った方がいいかもしれませんね。スーザー、スーザー、アジトボール、惜しいシュートでした。ここでホイッスル、後半終了です。さあ前後半の戦いが終わりました。お互いの持ち味の出たいい試合内容でしたよね。この後も素晴らしいプレーを期待したいですね。延長戦です。あっという間の30分になるのか、長い30分になるのか、目が離せません。期待してまいりましょう。さあこの緊迫した試合引き続き見守っていきましょう。なおこの延長前半からはレギュレーションにより選手交代枠が一つ追加となります。さあ一気にカウンター、ドラクスラー、さあカウンタースピードを上げたいところ。裏へ出るか、カバーニ、おーいい形じゃないですか。カバーニからネイマール、さあどこに出してくる。ナビゲーターから長いボール縦へ、絶好の位置で受ける。パリサンジェルマン奪い返します。どうするか、来た、これは倒されます。これはペナルティーエリア内、足いっちゃいましたね。パリサンジェルマン PK のチャンスを得ます。これを決めれば逆転ですよ。ここ勝負ですよ、この PK。得点機ものにできません。いや緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね。今日のゲームはシャキリからサディオマネ、ボールのベッドのパス抜けた、ムニエ裏へ届くか。パリサンジェルマン、あわやというシーンでしたがここはしのぎます。アーノルドからサラー、リバプール、先ほどから前線のプレスに人数かけて激しくいってますね。そうですね、前線で奪えれば即チャンスですからね、非常にスタミナ消耗が激しいフォアチェックですけども、はい、相手としては大勢でプレスに来られると焦りますからね。確かに冷静さを欠いた対処と言えそうです。しかし北澤さんがおっしゃる通りスタミナは使いそうな戦術ですね。間違いないですね。チーム全体の連携と格差が必要な守備と言えますけどもね、いつまで持つかっていうところですよね。そうなんですよね。13分が経過、延長前半、スルーパスを狙う、シュート、これはどうだ。おっとここで笛、素晴らしいシュートで延長前半を終えます。さあここまで戦って未だ同点という状況、非常に緊迫した試合内容となっています。この後決着をつけることはできるのでしょうか。泣いても笑っても天国地獄の分水嶺まであと15分です。延長後半です。すごい試合になってきました。さあ最後に笑うのはどちらのチームでしょうか。
このゴールキックをカットします。スルーパスを出す、届くか、このボール一気に前線へ、大きく縦へ、サラーが受ける、プレッシャー、ここでファールがありました。ムニエ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。上がる、このクリアボール拾いたい、裏を狙う、シュート、リバプール絶好のチャンス、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。プレスからボールがこぼれる、テーラー、カウンターを仕掛けていきます。カバーニ、カバーニからネイマール、パスでつないで攻め込んでいきます。ジョー・ゴメス、ナビケイタ、裏を狙っていきます。このパス、マネー、いやー、これは素晴らしい、シュート、脇のど真ん中蹴り込みます。笛です。2対1、パリ・サンジェルマン、わずか1点の差で負けてしまいました。前後半、延長も前後半戦って、このドラマ、北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。プレイヤーにとっても、ここに集まったサポーターにとっても、ホームならば確実に勝っていくだろうっていうね、ことでこの試合を迎えたと思いますけどもね。はい、そうですね。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。パリ・サンジェルマンが2対1で試合を落としています。